こんばんは、しょぼうです。文具と生活第172夜です。今回は頭皮は文房具整理というお話です。 YouTube ももう3年半以上続けておりますと、余裕でネタ切れを起こしておりまして、さあ今回どんな動画を撮ろうかなって考え始めてもですね、なかなかネタが出てこないことが多くなってきまして、毎回ですね、ああでもないこうでもないって考えながらネタ出しをやっているんですけれども、本当に何にも出てこないことってあるんですよ。そんな時は部屋の中をうろうろね歩き回りまして、今まで購入した文房具、使っている手帳などをこう改めてね取り出して眺めてしまってっていうことを繰り返すんですけれども、それがいつの間にか、あれここうまく収まってないなとか、あこれしまい忘れていたなんて気持ちになって、ついには文房具の整理を始めていくわけなんですよ。気づくとね、1時間とか経っていたりとかして、全然ネタ出しが進んでいないなんてことはね、よくあることで、逆パターンで整頓をしていると、まあ昔の記録だったりとか本とかが出てきて、ついつい読んでしまうなんてことになるわけですが、私の場合は整頓を始めるというね、頭皮を良くしている、良くしているというか、良くなってしまうんですよね。今日もですね、この動画撮る前に2本撮っておりまして、これ3本目なんですよ。スケジュールの都合でまとめ撮りをしなくてはいけなくなっておりまして、これ3本目なんですけれども、なんかこう、ちょうどいい収まるネタがなくて、うろうろしておりまして、はぁって思ってそれをね、ネタにして今喋ってるんですけれども、いつの間にかね、ボールペンを綺麗に揃えておりまして、後で貼ろうと思っていた紙類ね、パッケージだったりなんだったりを、ちょっとその辺に置いてあるものを発見してしまって、これ、ちゃんと、まあ、今貼らないにしても、ひとまずのところに入れておかなきゃとか思ったりとかして、紙のパッケージなんかは、こちらの、クーピーのポーチにね、こう、貯めているわけですけれども、ここに入ってないとかっていうものがあって、それをね、こう、入れたりだとか、するわけですよ。これに入れておくだけだったら、まあ、これね、持ち出して、こう、スッと入れる。だけじゃないですか。まあそれは大して時間を取らないので整頓されていた方がいいよねって思うんですけど、これがですねその先まで行っちゃうパターンっていうのがあって、こちらなんですけど、最近このページエムの穴開けパンチをね、ミニ6と M5 がパンチできる、この穴開け買ったんですよ。それで、紙をね、切り取ってコレクションするっていう、まあ、以前紙物が散乱しているっていうお話をした時にコメントでいただいて、もうまとめてこうページに貼っちゃうのとかどうですかねみたいなことがあったので、これをね、作り始めたんですよ。こういう切り取り用の枠を用意してね。で、まあ、ここのね、2枚ぐらいなんですけど、これちょっと前にやっていて、で、この紙を見つけてしまって、これ整理しとかなきゃなーって、カッター持ち出してね。さっきの、この枠で線引いてマット出して
飼った猫引いてね、なんてことまで始めちゃって、もうほんとしょうもないぐらい時間を使っていまして、このね紙を挟むっていうのは後々こう整理された状態でねこう見ればいいので、まあいろんな紙あって楽しいなっていうことなんですけど、あのこの急にねこうペンとかこれを整理すると今までと違ったことをしちゃうんですよ。ここにこれまとめて入れとこうみたいなのを急にここって作るんですよ。で、多ければまだ目立つんですけど、何本かここら辺に挿しておく、もしくは向こうの棚に移動してここに入れておこうなんてやると、もう本当に急遽やるもんですから後々覚えていないんですね。それなので全然その整理、あ、見た目的には整理されてるんですけど、そのペンの収まってる位置とかが全然固定されてないので、整頓したかっていうとそうでもない、結局後からあれどこ行ったんだっていう話になりまして何の役にも立ってないんですよ。でもその逃避行動をしてる最中っていうのはなんだか何かをしている気持ちになって満足するっていうか、今日も何かやりましたねっていう感じになるんですよね。なので逃避として文房具整理をするっていうと一見ね、まあ逃避してる割には生活にプラスになることをしてるぞみたいな感じになるんですけど、全然何にも、やっぱり逃避は逃避なんですねただ逃避しているだけということで、いや、やめたいわけでもないですね。アイデア出てこない時に文房具をこう触っていろいろ考えてみるってことは、まあその大切なこと、その文房具 YouTuber としてやってもいいのかなって思ってるんですけど、そのあくまでそれはアイデア出しでこれを使ってどうにかできないかなって頭の中で考えてるうちだけのことで、もうこれどうやったら綺麗になるかなとか、まあ綺麗にまとまってよかったねなんて思い始めたら、もうそれは何の役にも立たないことになりますので、気をつけたいところではあるんですけどね。なかなか、いや、もちろんね、あの普段からアイディアをね、文房具をたくさん使っていく中で出せてればいいんですよ。いろんな角度から続けられるようなことを考えてやってはいるんですけど、なかなかたくさんは出なくて愚痴になっちゃってますけれども、アイデア出ししている最中の逃避行動はなかなかやめられないですよね。すんなり動画撮れませんよねっていうことね、今回お話しして、皆さんも逃避行動として文房具急にね色の並びを合わせてみたりとか、サイズ合わせてみたりとか、ノートの置き場を右から左にしてみたりとかしてませんか？いいんですよ。逃避行動をすることもいいし、文房具の整理をすることもいいんだけれども、もうちょっと後々役に立つように考えてやってくださいね人のことは言えないですけど。いや、ほんとね、今日のアイデア出しをね、頭空っぽだって思いながらしていて、いつの間にか文房具の整理をね、し始めて、この前の収録で使ったものを片付けなきゃって急にね、思っちゃったりとか、それで整理に行くと、ここも違う、ここも違うって始めてるので、ね、気をつけましょうね。という感じで、今回は終わりにしたいと思います。このチャンネルでは、こういった文房具のある生活のお話、なのかな？それから、トラベラーズノートのお話と、
文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話をしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルは、書房の文房具の話というチャンネルのサブチャンネルとなっております。メインチャンネルでは購入品紹介、文房具レビュー、それから私の手帳のお話をしております。メインチャンネルもぜひご視聴ください。また、Twitter、Instagram もやっております。ハッシュタグ、書房図、ひらがなで、書房図で視聴者の方と交流しております。概要欄にメインチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。